前法務副大臣の柿沢未途被告の江東区長選をめぐる公職選挙法違反事件についてです。地元の区議らを買収した罪に問われている柿沢被告の裁判が現在行われていますが、この事件をめぐり昨日江東区議会で動きがありました。事件をめぐっては江東区議の西垣被告、米沢被告、星野被告が前区長の木村弥生被告を支援する報酬と知りながら柿沢被告側からそれぞれ現金20万円を受け取ったとして東京地検に在宅起訴されています。3人は在宅起訴について陣中見舞いであり政治資金規正法を遵守して適切に処理しているとして起訴事実を否定し全面的に争うとしています。こうした中、昨日江東区議会では自民、賛成、無所属クラブと公明、共産の3会派が合同で3人の区議に対し辞職勧告決議を提出しました。理由としては区民を愚弄し区政に対する信頼を失墜させた、社会的政治的責任は極めて重大だとしていまして賛成多数で可決されました。全会一致ではなく反対の声もあったということですね、はい、この辞職勧告には法的拘束力はありませんが、3人はこの議員辞職についてはどういった意向を示しているんでしょうか。はい、3人の区議は全員辞職はしないとしているんですね。今日その理由について西垣区議らはこのように話しています。こうした事態を招いたことは心からお詫び申し上げる。ただ後ろめたいことは何もしていない。していればやめている。さらに有罪が確定するまでは無罪として扱わなければならない。推定無罪の原則から見れば辞職勧告は時期尚早だとしています。3人の区議が議員辞職を否定したことについて勧告決議を提出した自民党の川北幹事長は次のように話しています。あくまで、推定無罪、それから議員の出処進退は本人というところを前提とした中でも政治的責任が極めて重いという判断なので、我々として議会として の意思は示しましたが、ここから先というのは当該3名の方々がそれぞれにどのような責任の取られ方をされるのか、これは議員本人にあるんだろうというふうに思ってます。辞職勧告を受けた3人の区議は自身の公判が控えていることなどを理由に記者会見をする予定は現時点ではないとしています。